この後、消防署、消防団による分列行進、防火協力団体による防火パレードが始まります。点検処理、スタート。本日は38小隊を編成しての行進です。次は第1分団、第2分団、第3分団の行進です。次は第12分団、第13分団および第14分団の行進です。新地から大浦、南山田を経て戸町方面を担当しています。第13分団は本日、長崎市消防庁業績表彰を受賞しています。続いて市内最大の飲食店街があり、寄合、丸山、船田行町方面担当。以上で消防団による車両更新を終わります。次は代わりに幼年消防クラブ員の皆さんです。幼年消防クラブは火災の恐ろしさと火の用心の大切さを幼少期から体得させることを目的に市内の幼稚園保育園ごとに結成され、現在94クラブ、9291名のクラブ員となっています。